東京陸軍幼年学校は、幼少時から幹部将校候補を養成するため東京に設けられた大日本帝国陸軍の全寮制の教育機関。卒業生は陸軍中央幼年学校へ進んだ。当初は東京陸軍地方幼年学校と称し、陸軍中央幼年学校余暇を経て、東京陸軍幼年学校と改称した。1896年5月に陸軍幼年学校条例が廃止され、代わって陸軍中央幼年学校条例及び陸軍地方幼年学校条例が制定された。これに基づき、東京に陸軍中央幼年学校が置かれ、その付属学校として同一校地に東京陸軍地方幼年学校が設置された。その他、仙台、名古屋、大阪、広島、熊本にも陸軍地方幼年学校が設立された。主な生徒数は約50名で、13歳から16歳で入校し3年間の教育が行われた。学費は陸海軍の士官士卒は半額であり、戦死者維持は免除とされていた。また、制服の襟に金星のマークが付けられたことから、星の生徒と呼ばれた。卒業生は中央幼年学校に進み2年間の教育を受けた。中央幼年学校卒業後は、士官候補生となり、各部隊で仮兵卒の勤務を6ヶ月間ほど務め、陸軍士官学校に進んだ。1903年、政府の財政難により、陸軍中央幼年学校と東京陸軍地方幼年学校の合併が図られた。その結果、同年6月29日、陸軍中央幼年学校条例を全部改正、陸軍地方幼年学校条例を一部改正し、従来の陸軍中央幼年学校を陸軍中央幼年学校本科に、東京陸軍地方幼年学校を陸軍中央幼年学校余暇とした。また、旧東京陸軍地方幼年学校の校長職を廃止し、中央幼年学校の校長が本科余暇の校長を兼ねた。1920年陸軍幼年学校令が制定され、同年8月10日、陸軍中央幼年学校本科を陸軍士官学校余暇に、陸軍中央幼年学校余暇を東京陸軍幼年学校に、陸軍地方幼年学校は陸軍幼年学校とそれぞれ改称された。しかし、1922年のワシントン海軍軍縮条約に代表される世界的軍縮傾向の中、同年大阪校が廃止された。続いて1923年名古屋幼年学校、1924年仙台校、1925年広島幼年学校、1926年熊本幼年学校が順次廃止され、東京の陸軍幼年学校のみとなった。1936年4月1日、中国での戦局が拡大しつつある中、広島幼年学校が復活。ついで他の幼年学校も順次復活した。採用生徒数の定員は50名であったが、戦時中は増員された。入校年齢は13歳から15歳までで、3年間の教育を受けた。1937年以降の卒業生は、陸軍士官学校余暇を改編した、陸軍余暇士官学校に無試験で進学した。1938年頃には、当時の国際情勢を反映し、枢軸国からの品格の見学を受け入れる機会が増えた。特に同年9月には訪日中のヒトラーユーゲントが来校し、颯爽たる姿が幼年学校生にも強い印象を与えた。1944年4月、富山から八王子、長房町に移転。大戦末期においても一般の中学校に比し、リベラルな校風が残り、また勤労動員もなく、将来を期待されたエリートとしての教育を受けることができた。太平洋戦争の敗戦に伴い廃止され、解散した。ノンフィクションとして、少年クラブ誌に、幼年学校の午後、主婦の友誌に、陸軍幼年学校訪問記等が掲載された。また、少年クラブ誌に連載された、星の生徒は少年向けの小説として広く人気を集め、1936年に入校した第40期生には、この小説を読んで憧れを抱いた者も多くいた。また、同小説を小学生時代に読んだ1940年入校の第45期生にも進路決定に影響を与えた。陸軍公式のものとしても、無声映画、陸軍幼年学校、受験手引きを別冊付録とした、輝く陸軍将校生徒があり、将来が保障された難関校としても人気を集めた。その受験対策に重点を置いた私立学校や私塾も多数あり、成城学校、山水中学校が知られる。このように当時の日本社会において高い評価を受けていたイメージから戦後実在しない50期生を自称する実業家もいた。東京陸軍地方幼年学校陸軍、中央幼年学校余下東京陸軍、幼年学校陸軍砲兵少尉時代の北白川宮永久王。戦死扱いとなり、1959年に靖国神社に合祀された。皇族及び王皇族の入校者は計15名であり、以下の通り。皇族を除く陸軍大将は以下の通り。終戦当時には、第47期から49期生が在校していた。大東亜戦争後期の昭和18年入校の第47期生は180名、昭和19年入校の第48期生は333名、翌昭和20年入校の第49期生は過去最大の362名と、従来の50名のうち150名編成から、著しく定員が増加されている。同性愛描写を含む小説の内容について、不正確である旨、48期 OB から批判がある。ありがとうございます。